こんにちは、花屋レモさん。やっぱり少数派っていうじゃないですか。うん、で今個人の時代っていうこともね言われ出しました。これ個人の時代はどういうことかっていうと、私たちはそのタレントさんみたいなね、人工的に作り上げられたそういった人物像に憧れる時代は終わって、これを最小購買数的価値っていうんですよね。多くの方がある一定のタレントさんの名前を出せば安心するというかね、信頼するみたいなものがあると思いますけども、だんだんそうではなくなってね、無名なんだけども自分にすごく共感を呼び起こしてくれる人の話を聞いてみたいとか会ってみたいっていう風にね、そういう風に変わってきたのが個人の時代なのかなと思うんですよ。 YouTube の向こうで出てくる誰かよくわかんない、喋りも素人だし格好も普通だし、なんだこの人はっていう人がなぜかね自分に親身になってくれたりとか、逆に自分が親身になってあげたいと思ったりとかする。これってなんかね、実はタレントさんとお会いするよりもものすごく貴重な関係のような気がするんですよ。うん、それが個人の時代ってものじゃないですかね。花龍馬さんっていう方がじゃあね、まあ例えば岩手とか愛知とか新潟に行って、花龍馬って人知ってるって聞いたら、多分ね誰それってなると思うんですよ。それは私も同じです。誰それってなると思うんですよ。でもある人にとってはかけがえのないね、 YouTube チャンネルの花龍馬さんだったりするわけですよね。まあ、これがすごく大事。個人の時代っていうのは普通の人にファンがつくっていう時代ですよね。で、まあ1人の発信者に対して100人のファンがいればもうね十分なんですよ。ビジネス的には十分やっていけるし、まあ100人で十分自分のテリトリーっていうのは作っていけるんですよね。でしかも100人以上になったらもう手に負えなくなってきますから。例えば、ね、花屋どもさんのメンバーシップ、うん、それとかね、まあなんていうんですかね、まあサロンがあるじゃないですか。これ5万人入ってきたらもう対応できないですよね。ワントゥーワン動画っていうのも私がね、なんでできるかっていうと、そんなに多くないからなんですよ。まあ、せいぜい1000人なんですよね。じゃあ1000人が毎日送ってくるかって言ったら来ないんですよ。本当に一部の方なんですよね。だからできるんですよ。だこのバランスですよね。私の速稼塾が熟成さんが10万人になったら確かに嬉しいんですけども、もう一人一人丁寧にやるってことは不可能になってくるん でやらなくなっちゃいますよね。じゃあここに隙が生まれるっていうかね、ここにチャンスがあるわけですよ。私たちはファンが少ないから丁寧に一人一人やっていくことができるんですよね。でファンが多い方っていうのは、キングコングの西野さんとかっていうのは一人一人丁寧にやるっていうのがなかなか難しくなってくる。堀江貴文さんのメールマガジンっていうのは一人一人に質問を答えるっていうのをやってますけども、あまりにも毎週多いですよね。だからそれでも一生懸命やってるけども、いや本当にね、私たちだと難しいかもしれないですね。でということでね、個人の時代っていうのは個人がしっかりと活動できて、で多くの個人が個人からいろんなレビューとか評価とか共感をいただきたいっていうふうに感じる時代なんですよね。でこれがまさにね、民主主義なんですよ。民主的ってことなんですよ。で一人の人が大半の方のね考えを代表するっていうのは、これはねどちらかというと共産主義的なんですよね。鶴の一声っていうのはまさに共産主義なんですよ。だそうではなくって、やっぱり自分はこう思うからこうするっていうものの集合体によって、まあ、100人が100人バラバラな方向に向かうことで世の中が豊かになるっていうね、そんな考え方の基本があると。で民主主義っていうのは一人の小さな声がだんだん大きくなっていくってことを前回お話しましたけども、まさに花屋龍馬さんがずっとね、語りかけてること、 YouTube を通じて去年は100人ぐらいだったじゃないですか。そして200人に変わったぐらいだったと思うんですよ。それがずっとやってくるとどんどん増えていて2000人になるわけですね。これがまあ民主主義が実現してるってことなんですよ。でしかも最初の頃の去年の花屋龍馬さんとずっとね見ている方はね、感覚合わなくなってきたなと思ったらだんだん関係薄くなるんですよ。でこれも大事なんですよ。なぜなら歩調が合わなくなってきたらきちんとこうね距離を置くことができるっていうのがね、これもまた民主主義なんですよね。でチャンネル登録にしたら今日は5人離脱したけども7人入ってきた、差し引き2人増えたよねっていう風な一進一退で我々は少しずつ前に進むんで、そのたんびに少数の意見を聞いて自分の身を正したりとかね、多数の意見に揺さぶられないような、要するに数字を追わないような自分の発信ができたりとかっていうので、ものすごくね学ばせていただけるんですよね。これこそまさに神の道に向かうその唯一のルートじゃないかなと思うんですよ。いろいろと教わることが多いですよね。やっぱりね情報発信するとものすごく学べると、ものすごくありがたいという感謝ができると、まさに提供と感謝ができるのが情報発信の世界なんですけども、花屋龍馬さんはねそういうことに向いてたんでしょうね。その刺激が多分ねたまらなく好きなんでしょうね。でそういうことがあるんで、これからも YouTube 続くと思いますし、来年は2万人ぐらいになってるとすごいですよね。扱うジャンルもだんだん増えてきましたしね。
はい、ということでね、最初は遊戯王カードとあとはウォートークンぐらいだったかもしれませんけども、今は多数のジャンルを扱うまさに花屋龍馬さんの360度24時間365日全てがコンテンツになってきたってことなんですよ。まだまだ発信しないよとかね、ない内容って結構あると思うんですよ。過去のあることとか、それから未来に思い描いていることとか、そして、追っかけてきた夢とか追っかけなかった夢とかね、これはやろうと思ったんだけど未だにやってないんですよってものを30分で熱く語ってくださいって言ったら多分できると思うんですよね。でそういうことももうファンタジーも自分の空想もパラレルワールド全てが情報発信の元になって、それが多分今の花屋龍馬さんだったらどんな動画を出してもね、再生数がゼロってことはもうないと思うんですよ。これはすごいことですよね。動画を出してもずっとゼロとかよくて1みたいな、そういう風なビギナーさんがいる中で、花屋龍馬さんはすでにその領域を抜けて、何か動画を出せば必ず何十人か見てくれるみたいな土台ができたわけですよね。まだ勝負はまだまだ始まったばかりですけども、本当に楽しい日々ができているんじゃないかなと思います。今日はそんなところにしておきましょうかね。花屋龍馬さんはね、だからね、この動画出して、なんかファンの方減るんじゃないかな、チャンネル解除起きるんじゃないかなっていう風に感じたことあります？それともそういうことは覚悟しながらやってます？私は基本的に何も考えてないです。再生数ゼロの動画っていうのがあるんだったらね、見てみたいなと自分で思ってるんですよ。動画出したけども1週間経ってもずっと再生されてなくてゼロみたいなね、そんな動画は多分ね、私これから何年やってももうすでに出会えないような気がします。まあ最初からゼロってのはなかったんですけどね、そう考えると私が始めた2013年って YouTube をやってる人っていうのはまだ少なくって、ごく少数派だったと思いますけども、今はまあ少数派になったかなと。少数派だけども当時から比べるとだいぶ増えたなってことですよね。はい、じゃあいってらっしゃい。